Try to die、 死んでみろというコースなんですが、絶対に死ねないらしいんですよ。ちょっと操作キャラ今日キノピオでやってみてます。はい。で、これがどう、これ突っ込もうとすると、おお、なるほどね。そういうことね、そういうことね、なるほどね。で、これ落ちようとすると、おお、どうすんのこれ。なこれ、食べかけのシュークリームみたいな、ほう落ちてきたけど 食べかけ部分に入ってみます。何もありません。まあ別に特に何もないかな。これ死のうとするって くそ、ちょっと死なせてくれよ。俺はもう死にたい。あー、来た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 、あー、やっと俺も楽になれる。ちょっと どうすんのこれ。あ、とうとう俺はここでもう生き埋めになって死ぬ。あ、はい、下行きまーす。そういうことね。来たー。あ、じゃあこれ、あ、今のは見えた。これ床にね、床に、なんや、死ねないようにね、床作って、あんだ、それは見えた。これはピオスと、どうなってんのこれ。下んとこ変わらない。あ、でもこれさ、まあいいや。今のさ、これコイン取らずに積むっていうことはできたよね。でもね、これタイムオーバーで死ぬっていうのは、じゃあどうやと思うんですね。それは死ねちゃうから、ね。なんでクリア率100%は作れないですよね、タイムオーバー。これは？なんかある？ もう死なせてくれよ！半分死んでんだよ、俺は！ そして、登っていく、登っていく。あ、ジャンプ台あるね。これ上が？ くそ！ 絶妙に死ねない ちゃって、これ、あ、そっか、ジャンプ台も運べないねんな、ワンのスキンやと。くそ、絶妙に死ねないぜ。きたー。ちょ 下来てくれ。 やんってか どうすん。 くそ、絶妙に死ねないな、確かにな。 ねえ おもろいな、これ。 おー ああ、もうだった。 いいなあ、ここ。あ、もう終わりか。いや、もっと欲しかった。ああ、走んだわ。落ちまで用意してある秀逸なコース、とてもいいねです。はい。 おもろ。 You have to die、 死ななければならないということで、似た感じのコースを見つけてしまったので、これね、9月の24日の18時に投稿する予定だった動画を急遽止めて、18時25分にね、この動画撮って、ちょっとこの動画をね、1個目のステージの後に急遽加えようと思ってるので、ちょっと前後の話のつながりがむちゃくちゃだったら大変申し訳ない。 You have to die って書いてあるのかな、これ。 OK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 。 あ、まあ、これはね、一緒よね。あった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 。これも一緒よね。やっぱこういうことになってくるわけ。なるほどね。あ、でもなんかあれやな。1個目のステージよりも埋まってないね。1個目のステージのなんか埋まってる感があったよね。で、これは、ああ、そういうことね。やっぱりそういう、お、なんだ？新手の手法来るか？おい。あ、ここ下、あ、いけるやん。ほうほうほう。で、こうして、ちょ、いけないと。まあ、いけないわな。それは見たわかる。おお、出れた。なるほど。死なせてくれよ。やはり死なせてくれないのか、俺は。ん？これって、あ、じゃあ死ねない、くそ。 死ねるくねって思って、くそ。 そうよね、死ねなくてガーって笑われるとは思わんかったわ。あ、鍵来た。なるほど。で まだ死なせてくれない。お、なるほど。ちょ、もう、あ、ここ、はい、そうよね、これは。あ、来たで。あ、なるほどな。こう、ちょっと違う手法やったわ。 下どうせ全部コインにならないんでしょみたいな。で、このギリギリ届かないやつね。なるほどね。クソ。今のちょっとびっくりしました。クソ、死ねねえ。やはり死ねねえ。これギリ。何これ、何これ、何これ。死ねたぞ。やった、やった、死ねたぞ。で、ありがとう。スターも取ることができ、ここから帰れる。あ、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 あ
やり直してきます。しゃあ2回死ねたわ。2回も死ねたら上等よ。恥ずかしい。ゲームオーバー。今度は一点すごく死ねそうなコースですね。おお、まあ、マリオじゃないんだけどね。うん、あ、ここ行けんのいいな。わあ、ちょっと待って、降りんのめんどくさくなってしまった。うん、1機ね、残り1機ですと。はい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 、わかりました。で、ここにワンナップがあったりとか、そういうことではないかな。キノコもない。うん、うん、おっと、これは、おお、なるほど。これでいいよね、普通にね。はいはい、行きましょう。で、はい、これ取る。おい、で、うん、はいはい、ほう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 、こっちは何もないか。じゃあ右に大ジャンするしかないよね、これね。よっよっ、待てよ、ちょっと殺して、はっ、無理ですね。はい。で、あ、ちょっと中間取ったもんね。なるほど、中間取ったらこっちから始まるという仕組みになっていて、んで、ゲームオーバー。あ、もうゼロ機やんね。あ、そういうことやんね。なんかキノピオの体も真っ白になってて幽霊みたいになってる。おお、あ、残りゼロ機だ。残り、おい、んで、これ踏むと、あ、ここバカすんのか。なるほどね、どうしておくれ。オッケー、これ下池っていうのは、これ別に死ねってことじゃないよね。え、うん、そうやんね。これ普通に進んでいくよ。大丈夫？いいの？普通に進んでいくけど大丈夫？今なんか絶妙な踏み方せんかった？はーい。ちょ。あ、これ結構スクロール早いから、あーちょ、あのー、スタ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 、たどりたかった、たたたたたたた。ちょっと。そんな大して難しいコースでもない。てか、なんかワンオマージュやね、ここ。あの、ワンのコースが若干あの死んでるみたいな感じのコースになってる気がする、これ。若干っていうか、かなり死んでるけどね。地獄を歩いて。スター欲しかったなー、これ。まあいいや。真っ向勝負で。クリアしてやるよ。オッケー、また中間。取っていく。トゥッツピッて書いたら、トゥレ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 。なるほど。なるほど。なるほど。そういうコースを。はいはい。で、これコインをしっかりと取っていく。はいはい、コインが目印になってるね、なんか。 OK、 あ、いいねー。今のは予想してみた、上に来るの。うわっ、ちょ、いや、ちょっと絶妙にむずい。あ、ダメだ、くそー。一撃も食らわず行きたかったな、ここ。絶妙に、うわ、おー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 、あーくっ、6つ、ちょ、よし、 OK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 、 あっ、すっすっ、そう、いけた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 、一発クリア。これぐらいで死んでられませんよ。お、てん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 になって、 1P でも 2P でもないキノピオですが、この先に進んでも私よろしいでしょうか。行かせていただきます。おー、5機得ることができ、やっと地上に戻ってきたよというコースやね。いや、いいね。そういうコン、あ、5機になったわ。っていうコンセプトか。ナイス。ナイスコース。センキュー。おー。地上に降り立ちましたね。いや、一度死んだけど、舞い戻ってきたわ、今度は。いいね。死のうとしてきた。死のうとしていたキノピオにはいいコースだったんじゃないですか？命の大切さを学ぶことができました。 OK、 いいね。よっしゃ、ほんじゃ、命の大切さを知ったキノピオくんでしたので、普通にね、今日はこのとても難しいで相当した人気ランキング1位の 1.2% か。 OK、 ちょうどいい歯ごたえなんじゃないですか。で、トロールレベルって書いてあるので、 So many new ways to トロールなので、騙しコースですね。はい、こちらの方やっていきましょう。さて、よっ、あ、なるほどね。なるほどね、わかります、その気持ちわかります。でもこれ、なあ、無理か。
取ったら間に合えへんってことなのかな、これ。あ、そっか、ジャンプしちゃうと間に合えへんのか。そやな。これ取らんでいいんや、これ。待てよ。お、オッケー。え、これ絶対押したら、あるよね。あの、死んじゃうよね。まあ、一応やっとくけど。あ、あ、あ、わかんやん。待て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 。でもあれ押しとかなあかん、臭いな。よっ。オッケーオッケーオッケー。で、はい。押すでしょ、上行くでしょ。おお、ほんまやほんまや。ナイス。で、スクロールして、あぶね。待て。待て、ちょっと、ちょっと待って、警戒していけ、警戒していけ。あーって、もうやだ、もう、あのレールどうやって止めたの、途中で。よっしゃ、もう騙されへんぞ。だから、ちょっと手前で、この辺で勢いつけて、オッケー、行かなあかんと。で、なんかフラワー来たぞ。あれ、取らなあかんかったんちゃうんか、俺。もしかして。ん？あ、これ死ねる用のやつちゃうか？あ、ちょ、死ねない、え？あ、じゃあれ取らなあかんの絶対。あ、でも取って、あ、じゃあ戻れないやん、もう。まあ、先っぽやわ。先っぽで相当ギリギリまで待つ。あかん、早い！ガチャ！オッケーオッケー、わかった。ここの先っぽで、ギリギリまで待って、オッケー！で、これで一発食らうけど、大きい状態でいけるからいけると。で、ここで強制的にちびっこにさせられます。ってことね。はい、わかったわかった。これ絶対下行っちゃダメでしょ。そんなんね。なに？何？ちょどういうこと、どういうこと、とっ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 と待って、ちょっとちょっとちょっとっと待って、どっちでいってってあって、でっていけたー。どうや、俺の判断力、勢いが、おい。分かった、ちょっとクッパク、あー、むにゃ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 、あ、これクッパクラン乗ったあかんな、なるほどな、オッケー。待って、クッパプラン乗らずに、はい。で、こっち。おい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 。あ、なるほどな。クッパプラン乗らずに、よっと行って出てくるから、ああ、いけた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 。なるほどね。これでいいわけか。おい。あ、くそ。動いたあかんわけね。はい。どっちやろう、でもその先。今の右と左分かれてたな。嫌やな。で、左上行く。俺はドアの方と見た。くっす、え、これどういう風にできてんの。あ、へえ。ハテナブロックを潰すと、あの半分の場所しかないから死ぬっていうようなギミックができるんや。なるほど。オッケー。じゃあ右やろ。オッケー。ちょ、もう今の反応できんかった、悔しい。はい、はい、はい、うわーい。ちょ、ちょ、あれん？今の、あ、たぶんね、今のね、届かないね、たぶん。キラーの上のまんまじゃ。ほい。しっとことんの、しっとことんで、こうよ。はい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 、はい。オッケー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 。で、さあ、この先やな。この先もなんか今、出てたけど、あ、普通に入って。いや、これ絶対取っちゃダメでしょ。え？いいの？ほんまに。ほんまにいいの？あ、ここタイミング見誤ると乗っちゃうわ。それ用の心理ポイントやったんか、これ。なるほどな。さて、取る。おお、なるほど、それがあったのね。オッケーオッケー。で、これで破壊していける。おいで。これはちっちゃくならないといけない傾向性やな。うん、そうやな。いや、そういう風に道を作ってありますね。これ、ちょっと待って、体半分で押そう。ふっ、ふっ、ふっ、あ、もう、どうなってんの今の。え、どういうこと、すり抜けたんですけど。はぁ、ふっ、ふっ、ほえ、ここ、真ん中で、あ、これ、どういうことや。え、どういうことや、どうすりゃいいんだ。これなんか、ここの部屋でなんかあったりするか？勇気を出して行ってみるか、これ。そもそも。下なんちゃうん、順路。ほらー、なるほど。もう、これ先っぽな。はい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 。焦ってもった。あー、もうこれ、左側から助走つけて。おぉ、なるほど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 。
待って、これさ、海行く。はい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 。あ、普通に行けるな。中間踏めなかったが？おい。はい。はい。絶対なんかあるでしょ、これ。入ったらボム兵爆破か、穴があるか、生き別れの姉に首を絞められるか。シンプル。 よし。ここな、ダッシュしたら中間通れないかな、これ。ふっ。あ、いけたいけたいけた。ああ、中間通れ、取れた。めちゃめちゃ助かる、ここ。中間取れなかったん結構辛かったからな。さあ、進むか。これ右押しとったらいけんのかな、普通に。おお、いけたいけたいけた。よかったよかった。はい。で、こっからよ。でん、スポン、てん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 
おお、なるほど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 。先にこれ取れてたから助かりましたね。はい、これ壊していくんで、これボム兵、どうやって避けんねんこれ。あ、でもそうか、これ被ってればちげえや、終わっちまったださてどうしたんやろな。あれメット被ってたからあかんのかな。メット被ってる、え、なに、ちょっと待って待って待って、なに、え、ちょっと待って、は、今起こったことありのままに話すで死んだ、どういうこと、マジで、どういうこと、くー、どういうこと、戻されてるし、はえ、よし、とりあえずちょっともう一回見たいな。まず中間取るでしょ、で、でやね、これまっすぐ行って、ここ入ると、あ、ちょ、いく死ぬわね、これ。これしんどいて、そいでよ、ここで中間に戻るじゃん。んで、戻って、何も変化は感じないが、このドアに入ると、全然違うとこ出てくる。どういう仕組みや、これこっち行ったらどうなんの、あー、戻ってきた、あ、一発騙しコースやったんか。で、これで、あの中間は機能するということか。どういう作りや、マジですごいな。意味わからんわ。はあ。あ、ちょっと待って。これ取れでしょ、感心してしまった。あかんねん。で、あ、違う、踏んだ、あかんねん。あ、違う。もうやりたかったこと忘れてまう。ほい。で、これ、ワンちゃん、ここで、こう行かなあかんじゃん。これ脱ぐための場所なんじゃん、これって。で、脱げば、脱ぐ場所や。なるほどな。あの針何のためにあんねやろってちょっと思ってん。よし。冴えてきたぞ。これ取ったら絶対やばいぞ。てか、これフラー取ったんがまずかったのでは？お？意外と、待て。これは、ダメージ食らいながら行くところや。これ、これ、倒しちゃったら、ブラックパックンが降りてきて、いけないっていうところやからね。こういうことですよ。へへ、騙されやす。どうなってる？ここも、ちょっと、慎重に。あ、わからん。ない。あ、でも、ファイヤーで、こなあかんのちゃん、ここ。ねえ。あれ？でも、ファイヤーのもう来れないよな、あれ。ここな、一匹、二匹倒して、これ、倒しながら突っ込んで入ることで、ふっ！あ、な、落ちてけえへんねやん。クソ、騙す。深読みが、あだとなってしまった。わいわい、もう、クソ。悔しい。めちゃめちゃドヤ顔したのに、もう全部心理読まれてるやん。何、入れないやん、もうふざけやがってふざけやがって、くそーくそーくそーなんだよもうこれ悔しいわさて、でここはこう行って、ちびまりになってだね。これはもう直行で行けってことやな。はいはいはい。まんまとやられていくな。Go in the red pipe。
レッドパイプ、ゴーインザレッドパイプ、全部入れないんですけど、ん？なんだ？とりあえず右側降りてみるか。勇気を出して。はい。ぬぬぬーん。ああ、レッドパイプ。赤に、え、これなんか、何このデレレーンによりさ、これ実はさ、これ赤じゃなくて違う色に変わっちゃってる説ある。まあでもちょっと素直にレッドパイプ入ってみよう。ガー、中間取らされた、くっそ。何色に、うえクリアした。何、おーおーおー、わけわからん、どうした。最後は信じてよかったんか。めちゃめちゃおもろい。いやさ、こういう騙しコースってさ、一歩間違えるとただイライラするだけのコースになっちゃうけどさ、楽しく騙されるように作るのってめっちゃ難しいよね。素晴らしいコースでした。ありがとう。そしてご視聴もありがとうございました。バイバイ。